はい、同人生活です。ということで、バイオハザード続きからやっていきたいと思います。ここでね、燃料を補給しないといけないと。カプセルをセットします。お、燃料が補給されたね。燃料補給用カプセル。ニトロ化合物の燃料が入っている。走るだけでも爆発するようだ。それは大変だ。それはとても大変だね。じゃあ走れないね。じゃあここのゾンビはなんか普通にまあね、脱出するときに邪魔になるだろうと思って全部排除したんですけど、ハンターじゃねえや、キメラか、キメラとかも、まあ最終的にはそれが良かったっていう感じになったんでしょうかね。走るだけでも爆発するってやばいな。あの一番奥まで行くわけでしょ。恐ろしいよ。恐ろしいよ。じゃあまあね、このゆっくり歩きを皆さんご堪能ください。あとね、これ地図を取り忘れてたんで、それのせいでこの1階上のね部屋が赤いまんまだったみたいです。で、地図は裏でちゃんと回収したんで大丈夫です。もうちょっとね、あそこだけね、何のアイテムが残ってるのか分かんなくてね、ちょっとマップ見ちゃったんだけど、なんか攻略サイトみたいなところのすごい気持ち悪かったから見ちゃったんだけど、どうやらあそこに地図があるよっていう話だったらしくて、まあそれで棚のところ調べたら手に入れたっていう感じですかね。まあなんかそれ以外は見てないんで大丈夫です。と言ってももうほぼ終わりなのはね、初代をやってるから知ってはいるんですけども、まあこのパートで終わるかなっていう話なんですけどね。走ったら死ぬんで、まあとりあえず×ボタンは押さない感じでね。あと確か撃ってもダメだったっていうか、なんかもう衝撃系がダメみたいだから、本当にもう気をつけて運搬するしかないっていう感じなんですけど、ほんとここキメラ倒しとかないと無理ゲーだよね。キメラ倒さないでここを通るってのはだいぶ難しい話だと思うけど。で、そこへ入ってもらって、まあ一回爆発してみるってのも手だけど、どうなるのか。でもまあ多分ほぼほぼつまんない感じになって終わるだろうからやめておこうかなと。そうだね、確かここのはずで、マップを手に入れたことによってこの B1 に何かあるのと B4 に何かあるのが分かりました。まあね、見ていきましょうか。燃料ここじゃなかったわ。やっちまった。やっちまったぜ。確か一つ前のとこだっけ、燃料。とりあえずこっちへ行きまして、こう曲がって、この奥だ。そう、一番奥に確かあったんだよね。そういう機械が。で、調べればいいのかな？燃料持ってきたよ。多分これでしょう。よし、オッケー。で、これで燃料を補給したから、動力のところが動くっていう感じになって、さっきのところに戻って、で動力を入れるみたいな感じでしょうね。カットしてるかもしれない。はい、ということでここまで戻ってきました。で、ここでねメインエレベーターを動かして、動いたね。エレベーターってのはどっから来るんだろうな。あれか。よし、じゃあちょっと戻ろう。
こっちへ戻り戻りして、こっちだね、おそらく。じゃあエレベーターで、多分地下へ行くんでしょうね。地下へ行きますか。で、ここを抜けて、多分まっすぐ行ったところにあるんじゃないかな。こっちね。これが動くようになってんじゃないかな。これか。よし、動いた。クリス。レベッカ。中庭で、あなたを見て、やっと追いついた。そうか、無事でよかった。いいか、これからはもう離れるんじゃないぞ。はい、わかりました。ちょっとジル助けに行ってあげてよしかも離れるんじゃないぞって言ったけど、自分でなんかこっからしばらく一人になるから頑張れよみたいなこと言ったくせに、なんて野郎だ。あー、でもついてきてる。なんかアイテムがあるぞ。何があるんだ。待って、どこに何アイテムがあるのかわからん。あ、これか。あ、ショットガンの弾。ちょうどいいね。よしよしよし。いっぱい手に入った。よし、オッケー。こんなもんでしょう。行くぜ。でも、なんかこの先で起こることは大体もう覚えてる。覚えてしまってるけど。ウェスカー。やはり来たか。さすがだな、クリス。私の部下だから当然だが。光栄だね。いつからなんだ、ウェスカー。悪いが何の話かさっぱりわからんな。いつからアンブレラの手先になったんだ。お前は何か勘違いしているようだ。私はもともとアンブレラの人間。そしてスターズはアンブレラの、いや、というより私の都合のいい駒だ。だがタイラントウイルスによってここが汚染されたせいで、お気に入りのスターズを失ってしまい残念だよ。お前がその汚い手で殺したんだろうが、このクソ野郎め。ひどい。ああ、そうだよ、レディ。こんな風にな。レベッカ、動くな。そんなに死に急ぐこともないだろう。一つ面白いものを見せてやる。これが究極の生物兵器、タイラントだ。ウェスカ、あんた行かれちまったのか。クリス、お前には一生理解できまい。実に美しい。うわ、ああ出てきちゃった。来い、この化け物め。痛い。
哀れなし何か持っている。なんか適当に丸ボタンを押したら観察記録。ああ、なんかねよくわかんないけど焦るとね丸ボタン連打しちゃうんだよね。なんかあの走るっていうわけでもないけど、なんかアレクシア、なんかいろいろ書いてあるけど、しかもウィリアム・バーキンかよ。危ない、でかいなこいつ。弱っ弱くせえ。起きろ。レベッカ。クリス、防弾チョッキを着ててよかったな。もうここには用はない、早く出よう。はい。防弾チョッキ着てた。お嬢さん申し訳ないですけど、防弾チョッキ着てたでしょうか。タイラントが死んでて、ああ本当あれか、バツボタンと丸ボタンを押し間違えたおかげでなんかあのアイテム取れた感じか。でもまあ何もないし、もういっか、行きますか。もう取るもん取ったわ。さよなら、さよなら。おやすか。まあね、これが全ての始まりなんですけどね。意味深みたいな。よし、出す。あ、そういうことか。このままじゃ出られないから、パソパソをいじれってことか？どれだ、パソコンは。これか。違うな。タイラントが出てきた隣になんかあった気がするから。このあたりか。これか。やべえ。ここで詰まるのはちょっと勘弁してほしいんだけど。こっちか。これか。違うな。あ、これか。緊急時の電子ロックを解除する操作パネルだ。解除しますか。わかりにくい。とてつもなくわかりにくい。まあいいですよ。いいです。もう開いたんでもういません。で、この後はジルを助けに行けばいいのかな。一応扉開けてあるからね。で、これでエレベーターで登って、ジルが いる部屋はどのあたりだっけ。ちょっと覚えてないんだけど、で、ここで出て。クリス、なんださっきここのファイルを見たんですが、まだたくさんのタイラントウイルスが残っています。思い切ってここを爆破しましょう。そうだな、後戻りはできない。レベッカ、やってくれるか。任せてください。さっき見つけた起爆システムを作動させます。必ず脱出できる。外で落ち合おう。はい、必ず。あ、そういう感じか。じゃあちょっとセーブして、ちょっと一回セーブして、そうだな、ちょっと荷物を、持ち物を変更しようか。多分これが最後でしょう、もう。これがもう最後だと思うんで、どうしようかな。これ逆にショットガンがいらないか。ショットガンいらなくてめちゃくちゃ回復を持っていくみたいな感じにしといた方がいいのかな。とりあえず調合したハーブとこんな感じでどうですか。まあこんだけあれば倒せんだろ。多分ですけど。はい、そしてセーブが終了して、これも回復アイテムにしちゃうか。ちょっと待って、一
回こうして、ちょっと並び順が気になるわ。こんな感じかな。まあ、これで勝てるでしょ。ほぼほぼ楽勝で勝てるんじゃないかなと思いますけど。で、とりあえずジルを助けに行こうか。ここを出たらカウントダウン始まったりするのかな。どうなんでしょうか。あ、始まった。え、ちょっと待って、なんかいろいろ出てきてない？ちょ、なんかものすごいものすごい敵がいっぱい出てきてるけど、ちょっとジルを助けに行こう。勝手に出てるとかないよね。つかここも時間に含まれてんのかな、どうなんだろう。でも全てのロックが解除されてるってことは MO ディスクは別に入れなくても開けられたのかな。いや、は入らなくていいから。開けて普通に開けるだけでよくないかい。ジル、待たせたな。来ると信じてた。早く出よう。お、待たせたな。謎の待たせたな。待たせたな。トロフィーをもらいましたけど、じゃあジルと脱出しよう。とりあえずこっちへ登っていって、ここを出て階段を登ればいいんだよね確か。さあ行きましょう。早いな移動が。ちょっとバツボタン押しちゃったからなんか飛んじゃったかもしれないけど、まあそこはちょっと許してくださいね。たまにあるミスなんで。で、確かこっちへ出て、これってもうこっち行けばいいんだよね。レベッカは来ないとかそういうことないよね。ないと信じてるけど。ないとは信じてますけど。ちょっと一回ここでセーブしますか。まあここで軽くセーブして、このセーブ時間もなんか含まれてたら面白いけどね。研究所出入り口、でエレベーターのところにある確かエレベーターじゃない、出口の近くにあるエレベーターから確かヘリポートに脱出するっていう手順だったはずです。てか、これって時間制限とか出てこないのか？どこだ？どこへ行けばいいんだ？ここじゃないのか。ここか。でも外で落ち合おうって言ってたから勝手に来てくれるはずだとは思うんだけど、なんかいっぱいある。ショットガンの弾とかいらないな。これ以上持てません。まあそうですな。ちょっと待って、これひどくない？ひどくないですか？ちょ
っとこれね、なんか致し方ないところある。これ確か全部のねアイテムを手に入れないといけないっていうあれがあったんですよ、トロフィーが。ちょっとそれを、それだけちょっと欲しい。もうひどいな。しかも最後に置いとくの、これショットガンの弾って使えねえよ。バカなんじゃないのっていう。あー、グリーンハーブか。ちょっと待って、グリーンハーブはもう使っちゃって、このショットガンの弾だけもらって、これでもうアイテムないっしょ。まだあんの、クソったれ。なんかどっかにまだアイテムがあるっぽいんだけど、あ、これか。これは取んないといけないやつだな。これ信号弾じゃなかった確か。もうしょうがない、使おう。最悪だよ。ヒューズユニット、なんだヒューズユニットって。ああ、ここに使うのか。ちょっと待って、これでしょう多分。なんでこんな目の前にヒューズユニットが置かれてたのかちょっとよくわかんないけども。爆破3分前です。起爆システムを作動させました。よくやった。上空にブラッドがいるはずだ。奴らが来ます。ここは私に任せて。しかしクリス、なんとかブラッドと連絡を取って。わかった。起爆システムを起動させましたって、今からタイムのカウントダウンが始まるって感じなの。あ、そういうことか。ちょっと最悪なんだけど。うわ、やられたよ。マジかっていう感じなんですけど、まあいいでしょう。カウントダウン始まってんのかと思った。これは信号弾か。で、もうアイテムはなし。じゃあこれを使おう。で、これでブラッドが来てくれると。でもさ、脱出手段をさ、確保してからさ、自爆ボタンを押すべきなんじゃないの？思ったんだけど。クリス！大丈夫か？ちょっとダメそうだけど、肩やられてるじゃんそれ。あ、ジルが。あ、レベッカもやる。あ、やばやばい。あ、これ、おお、なんだこいつ。腹立つな、めっちゃ腹立つわ。これでとりあえずこのリロードをしていこう。めっちゃ撃ってるけど。が痛い痛い痛いっす。だいぶやばいね。なんか結構早いな。ロケットランチャーを取って、やめろ、近づくな。これ近距離から撃てばさ、なんとかなんじゃね。ボカーン。楽勝なんですけど。楽勝だったんですけど。
タフガイ。青函。いやーめちゃくちゃ楽勝でしたね。ラスボスかよみたいなレベルでしたけどまあいいでしょう。でもさ、このエンディングだとさ、あれなんだよね完全にバリーどっか行っちゃってるんだよね。かわいそうなバリー。いやー、ということでバイオハザードクリアしましたが、あれだね、まあ色褪せない名作といったところでしょうかね。簡単に言っちゃうと簡単に言い過ぎか。まあで、今回はね、ラジコン操作でやらせてもらって、どうやらノーマルだと思って選んだのがイージーだったっていうことで、結構簡単に進んでいけたと思うんですが、まあね、イージーだろうがなんだろうが、楽しいことに変わりはなかったので、良かったかなと思います。はい。まあそんな感じかな。まあバイオハザードシリーズはね、今後、リベレーションズ2が2月ぐらいに出るのかなっていう予定らしいんで、まあ、もしかしたら、リベレーションズ2を、やるかも、みたいな。バイオハザードはね、まあ、ちょくちょくやりたくなるんで、まあ、実況でね、出てくるんじゃないかな、と思います。まあ、出てきた時はね、生温かい目で見てくれるとありがたいです。ということで、じゃあ、ここら辺で、終わりにしておきましょう。それではまた別の私のビデオであることを楽しみにしております。それでは、またな。クリス、よくやった。